よろしくお願いします。将棋クエスト、2分切り目やっていきたいと思います。まず安定の角交換ですね。まあ銀上がって、相手6筋から攻めてきそうかな。まあいっか喉が、まあ、一旦片身の目で銀上がってくるか。まあそうですね。茶先保留型しようかな。まあ角には角、おそっちか。角をいじめに行こうかな。これはちょっと7九角と来なかった。7九角といつでも超えますが、なんででしょうか。おっとまあ諦めよう。この飛車は諦めますわ。なんかあかんな、なんかあかんのよ。逆に今度こっちが角いじめられてるし、まあ引いとこう。タッチ取るなよ。あ、出した。